はい、皆さんこんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということですね、本日もシベリア春尾先生にご登場願いました。シベリア先生、よろしくお願いします。はい、ということでシベリア先生、すごいことになってます。先生、コメント欄が荒れております。そうなんですか。はい、あ、荒れてるってどういうことですか。あの人に合わせてくれと。そういうの荒れてるって言うんですか。荒れてる、もう炎上してます。あ、炎上してます。大炎上してますけどね。 あの人に合わせてくれと。はい、もうどうしてもあの人の話を聞きたいと。はい、どこに行ったら先生に会えるんですか。ここじゃないですか。ここですか。はい、それは次はいつどこって言っていいんですか。ここに来る方法っていうのはそんなに告知してるんですか。してないですよね。してないですよね。はい、どうやって来てるんですか。もうなんかその辺に歩いてたんじゃないですか。誰かキャッチしていくんですか。そうですね、まあ、キャッチする人いるんでね。ああ、いるんですね。ということで先生の話もっと聞かせてくれと。先生の講演会行きたいです。先生のセミナー行きたいです。はい、もう先生と一緒に寝たいです。そういったコメントがいっぱいあります。ないと思います。はい、そんな中で前回もねお話聞かせていただきましたけれども、はい、先生が尊敬されているね、うん、吉田松陰先生の伝説を、はい、先生がどのように松陰先生に憧れて、どのように松陰先生をね自分の人生に生かしていったのかという、そのあたりの話を聞かせていただきたいんですけれども。松陰伝説っていうことではないと思うんですけど、この吉田松陰先生は今の山口県で生まれましたよね。逸材とも天才とも言われて、瞬く間にいろんなものを会得しましてですね、はい、松下村塾という塾を作って、人の志とか思いとか心の在り方を教えていく塾を立ち上げるんですよ。で、はい、そこで集まった志士たちが幕末の志士となって明治政府を作っていったとも言われているんですけども、はい、この吉田松陰先生はですね、尊王攘夷という言葉を提唱するんですよ。え、今何て言ったんですか。尊王攘夷。尊王攘夷、何ですかそれは。尊王っていうのは天皇を尊敬しましょうってことですから、もう一度この国を純粋なる天皇国家にしていきましょう。将軍国家ではなく、武士の、はい、時代ではなく、天皇を本当にこの国のトップに持って神の国にしていきましょうって言うんですね。はい、攘夷っていうのは海外からやってくる人たちやものをもう一回追い出して、もう一回日本だけで強い国、自給自足ができる国を目指しましょうっていう意味なんですよ。ところがそのペリーが来航してきてから、ヨーロッパアメリカの国々は日本に圧力的な貿易を求めて、日本にとって不利益な貿易が進んでいたんですよね。そこの部分で当時の武士たちは、今の徳川幕府に任せていたら国が滅びるから、幕府を滅ぼして新しい幕府を作ろうっていう倒幕っていう考え方に向かっていたんですよ。この倒幕っていう考え方と尊王攘夷がだんだん歩み寄って、いつの間にかイコールになっちゃったんですよ。倒幕イコール尊王攘夷みたいな。そうすると江戸幕府は、もともとその尊王攘夷って言い出したやつは誰だって言って、いわゆる吉田松陰先生のところまで行って首を切られて死ぬんです。殺されてしまうんですよね。なんですけど、まあ高杉晋作などの有名な志士たちがここから明治に向かっていったんですけども、いろんな桂小五郎とか高杉晋作とかいっぱい有名な志士いますけどもね、その方々がなぜ強い権力である江戸幕府に立ち向かっていけたかっていうと、全て吉田松陰先生の教えがあって、それが生き様になっていたからなんです。で、その吉田松陰先生の生き様って、もちろん例えば中国の論語を勉強したりとかね、孫子の兵法を勉強したりとか、まあ、いろんな本を読んでいるんだけど、どう考えても出どころが過去の書物にないっていうものがいっぱいあったんですよ、情報として。だからおそらく、これ僕の勝手な妄想ですけどね、吉田松陰先生は瞑想を繰り返していく中で、宇宙にあるアカシックレコードに触れて、これからの世界が、これからの人間がこういうふうになっていくっていう情報を先にキャッチしてたんじゃないかなって僕は思うんですよ。わかりやすく言うと、言ってる内容がスーパースピリチュアルなんですよ。講演情報をお届けするよ。急ですね。急ですよ。大王、いろんなとこに行くんですよ、僕。日本全国津々浦々行きます。11月は、富山県、石川県。はい。そして12月になったら、札幌の方に21、22で。はい、札幌 2days 行きますので、はい、北海道の皆様方遊びに来てね。そして12月30、東京にて、最終公演を。そうだね、12月30日は毎年、上の湯島でね、ロケットスタートというね、2023年いかに加速してスピードスタートしていくのかってことをお話しするよ。そして年が明けて、1月には沖縄でビジネスブートキャンプです。ビジネスブートキャンプ1月の7、8、2023年ビジネスを加速したい方はぜひ、遊びに来てください。ぜひ会いに来てください。ありがとう。ありがとうございます。
それ例えばどんな話ですか。彼の原文をそのまま読まないといけないので難しいんですけど、まだ江戸時代ですからね、日本も。まあその頃に世のため人のために生きる、要は人のために生きる自分になれとかね、いうようなことを言ってるんですよ。今だったら結構皆さんスピーチャル的な会話とかね、倫理的なことで聞いたことあるなとかいうようなことを、あの時代に堂々と言っているっていうところが素晴らしいですね、はい、っていう感じです、はい、当時としては非常に画期的な、はい、だからまあ危険視されますよね、思想が過激すぎるので、だから多分江戸幕府の人たちは当時彼を恐れたんじゃないですか、むしろ、うん、このままのさばらしておくとカルトな集団になる可能性があるっていうふうに恐れたんだと思いますけどね。そうですね。そこでシベリア先生は松陰先生のどういったところを見本として行っていかれたんですか。見本っていうかもうお手本なので、はい、全部ですよ。じゃあもう松陰先生みたいになろうとしたわけですか。そうですね。そうなんですね。そんな話初めて聞きましたね。あ、そうですか。それ言ってますか。はい、結構言ってます。尊敬してます、心から。いや、言ってないです。あ、言ってないですか。はい、初めて聞きました。あ、そうですか、はい、じゃあその松陰先生を、うん、例えとしてどういったところ、自分の中で松陰先生がいろんなね名言をおっしゃってますけども、そんな中で響いた一言と言いましょうか。松陰先生がよく使うキーワードがあるんですけど、それがね、志っていう。あ、志キーワードなんですよ。日本人としての志を持ちなさいねっていう、はい、ことなんですね、はい、この志っていうのってなかなか難しいですよね。言葉通りでいくと心を刺しているっていうね。ただ心に刺している一貫としてないブレないもの、つまり軸を持てって意味なんですよ。これ志っていうことはもうみんな知ってますけど、そういう意味があったんですか、うん、これ知ってるのシベリア先生だけですよ。あ、そうですか。はい、誰も知らないですよ。いつの時代もパラダイムシフトって起きるじゃないですか。で、吉田松陰先生がいた頃っていうのはまさしくパラダイムシフトの時で、その前までは江戸時代お上、絶対的な権力、それに従わないと命まで取られるっていう時代だったわけですよね。じゃあ多分見てる方がですね、はい、パラダイムシフトがわからない。ああ、なるほど。パラダイムシフトっていうのは今までこうだと思われてた常識がシフトチェンジしてて、常識が変わっていくと呼ばれている転換期のことを指すんですよ。今もまさにパラダイムシフトが起きてるってよく言われてますけども、はい、日本においての歴史を遡ってみると、その江戸時代から明治になる時ってものすごくパラダイムシフトが起きたわけよね。だからもう今からすると武士っていうのが職業ってちょっと理解できなくないですか。そうですね、うん、武士が職業っていうね、はい、武士は刀を持って人を殺すことが職業ですよ。これもパラダイムシフトが起きてるし、はい、また当時の武士はみんなちょんまげをしてたわけですよ。そうですね。このまげを日本人は簡単に捨てたわけですよ、明治になって。はい、これもすごいパラダイムシフト。だからその時代が大きく転換するところを読み取った吉田松陰先生がいたわけですよ。これから日本は大きく変わるって。でも変わるけども変わっていけない、変わっていけないものがあるって。それが日本人としての志。志だけは捨てるなよっていうことをずっと言っていたんですよ。でもあれですね、松陰先生はなんで転換期ってことが分かったんですかね。だからもう先見の明も半端なかったと。そういった意識が変わることをパラダイムシフトと。そうですね。でもパラダイムシフトとパラダイス銀河っていうのは違いますか。パラダイス銀河はローラースケートがいります。本当ですか。はい、パラダイス銀河にはローラースケートが必要なんですか。ローラースケートがいます。これマストですか。はい、しかも滑りながらマイク持って歌わないといけないんですよ。いや、パラダイス銀河という歌は、はい、まさしくパラダイムシフトだったってことですね。違います。全然関係ないです。いや、深いですね。今日も深いですよ先生。なんて深いでしょうか。今日の話も天文学的に深いですけども、でもそれって吉田松陰先生がおっしゃっていることというのは今本当現代にもね、そうなんです、話ですよね。だから皆さんが例えば志を曲げずに新年クラスにまでなっていくと、最終的にこれって使命感に行き着くんですよ。使命感って自分自身が幸せになるっていう使命感を持ってる人いないんですよ、はい、使命感っていう言葉に変わった時には自分の周りの大切な人とか、もっと言うと世のため人のために何かをしてあげたいっていう使命感に変わるんですよ、はい、もうこうなったらブレなくなるので、どれだけ外野がワーワー言おうが、反対勢力が出てこようが、身内が止めようが貫くんですよ、うん、ブレない自分っていうのは本当に必要ですよね、はい、そしてその高い信念、志が次の世代に受け継がれていくんですよ。その吉田松陰先生の志を受け継いだのが松下幸之助先生なんですよ。ということで、じゃあ先生、次回は幸之助伝説。
延々とつながっていきますけどもね。今回も深い話でございました先生、はい、シベリア流吉田松陰先生を紐解く回ということでございまして、素晴らしいお話をお聞かせいただきました。ということで次回はですね、松下幸之助先生のお話を聞かせていただきたいと思います。ということでまた次回お会いしましょう。先生ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、ね、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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